どうも、トラスティーコーポレーションの庄司です。今日はなんと国産車紹介していきたいなと思います。ホンダのシビック現行モデルですね。でこれを何をするかというと、まあ、カスタムはキャリパー塗装だけなんでいつもの定番のあれなんですけど、まあ、国産車もできるよってことで紹介したいなと思いました。で大阪府の Y さんに、2回ぐらいかなカスタムしてもらってるんですけど、そのお友達ということで紹介していただいて、キャリパー塗装をやってくれへんかというところなんで作業していきたいなと思います。出来上がりにキャリパーの仕上がりと、あと車の紹介をしていきたいなと思います。それでは作業入ります。はい、完成しました。ということでまずはキャリパーの出来を見てください。定番の赤で塗らせてもらいました。まあ、ここまではもういつも通りなんで、はい、まあ、国産車でもできますよっていうのをいうご紹介なんですけど、ちょっとまあシビック僕正直初めてなんですよこれ、はい、なのでちょっと車をいろいろと見ていきたいなと思います。はい、はい、じゃあまずフロントから、フロントからっていうかまずは車の詳細から行こうかなと思います。はい、ちょっとねカンニングします、はい、調べてきました。これホンダのシビックで現行なんですよ、はい、で EX と LX があってグレードが、はい、で両方マニュアルミッションがマニュアルもあるんですけど、これはまあオートマで EX のグレード、まあ、上のグレードですね。でこれが、11月登録されてるんで、はい、まあ、900キロしか走らない、もう新車っすね、はい、で現行モデルになって、新車の車体が321万円ぐらいになってます。はい、ね、今度はちょっと見ていきましょう。はい、はい、ヘッドライトやばないですかこれ。めちゃめちゃかっこいいですね。なあ、はい、なんか最新っていう、細くて、そうですね、かっこいい。もちろん LED ね。はい、グリルもなんすか、グリルと、はい、まあ、後で紹介するんですけどエアコンも引き出しのところが、はい、同じようなデザインになってて、めちゃめちゃかっこいいなと思います。で、ちょっとエンジンやん、やっぱりめちゃめちゃ綺麗です、ね、これが水冷の直四のターボ、はい、182馬力があってトルクは 24.5 キロで、調べたところ、はい、ハイオクらしいです。ああ、スポーツな走りですね、はい、ハイオクなんやけど一応カタログ上燃費は 16.3、 めちゃめちゃ10キロ、はい、13、2、3は走るんじゃないかなと思います。いいですね、はい、めっちゃ綺麗やな。で後ろをちょっと、はい、こんな感じで、はい、めちゃめちゃ広くて綺麗ですね。ハッチバックタイプですね。トランクも広くて十分です、ね、ヘルメ LED やね、はい、これももう今風でかっこいい。で僕、はい、内装がちょっとびっくりしたんです。もうちょっと失礼します、はい、これ見てください、エアコンの吹き出し口取ってますね。なんかね、これはハニカムメッシュっていうらしいですよ、これは。あ、ハチノスのようなか、そう、はい、アーディとかも ハニカムメッシュっていうらしい、はい、で、このスピードもちょっとエンジン、はい、エンジンいきますね。このスピードメーターがいいですか。これもグレードで違いがあって、はい、LX は7インチしかないらしい。あで、はい、EX は 12.21 のメーターになってます、はい、でディスプレイは9インチで、これも一応タッチパッドみたいなんですね。タッチパッドです、はい、はい、見てくださいこれ、めちゃめちゃなんか長い、めっちゃおしゃれちゃう、はい、これめっちゃおしゃれですね。でここの充電、はい、この置くだけ充電もEX しかついてない、 LX はこれついてないんで、それはスマホ置いたらそのまま充電できる。そう、充電できる。すごいですね。で USB とかも公園にあって充電できて、はい、まあこれ C 側かな、はい。サイドブレーキももう電子ですよ、もう。ああ、もうブレーキホールドもついてて、はい、はい、
おしゃれ。ほんでホンダセンシングっていうあの、はい、安全装備もついてる。はい。でスピーカーは BOSE が入ってる。あ、いいスピーカーですね。はい、超高級。めちゃめちゃかっこいいです。シート、はい、シートはプライムスムースっていうレザーとウルトラスウェードっていうコンビシート、はい、で LX になるとこのスウェードのところがファブリックになる、変わるんだよ。そういうところで EX と LX の差があるらしい。はい、ジュームめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、広も広くはないけど、はい、狭くもない。そうですね、はい、っていう感じですね。そうですね。で、走る車が大好きな須田君には、はい、タイプ R って言いましたね。はい、タイプ R は来年出るみたいです。あ、楽しみですね。タイプ R とタイプ R は来年出る、はい、今回はキャリパーだけでしたけど、はい、まあ、国産車でもカスタムできるし、はい、まあ、販売ももちろんやってます。はい、っていうご紹介の動画と、はい、あとはまあちょっとシビックを、はい、現行シビックを初めて見たんで。僕も初めて見ましたよ。はい、ちょっとご紹介できたらなと思って、はい、ちょっとさっきちょっと調べてきました。そうです、はい、そうですね、見たこと、いい車ですね。そうですね、見たことない人の方が多いと思いますね、多分これ。9月発表登録、そうなんですね、9月から受付開始してるみたいな。本物も新車の新車、はい、国産車でもカスタム販売できるよっていうご紹介と、はい、シビックを、現行シビックをちょっと紹介してみたという動画になりました、はい、いかがでしたでしょうか。ここから街中に増えていくと思いますので、はい、皆さん、あの車やなって見てもらえたらなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。